ごめん。お名前ご紹介をまず。はい、はい、高見ヶ原警察署から来ていただきました防犯研修を行っていただきます。すみません、よろしくお願いします。お願いします。もし声かけをする場合は、ファイルスプレーを事務所に1個置いとく。はい、うん。どこに置きますか。考えましょう。イメージ的には、まあ、こうやって抑えるっていうイメージ多分あると思うんですけど、この、まあ、本当に壁に押し込めれば、まあ、確かに抑えれることはないんですけど、ちょっと持っていってください、はい、めちゃくちゃ持ちやすいです。相手のこっち棒なんですね。こっち棒なのに相手はもう両手でこうやって掴めるんで、ここをグリグリ動かしてもらえるんですけど、もう全然あの無理です。負けます。よっぽどの力の差があればもしかしたらいけるかもしれないですけど、あの持ちやすい方が絶対に力を入れやすいので、あの1対1でじゃあこれで相手を抑え込めると思うのはあのやめてください。あの非常に危険ですので、なので使い方としては、まあ、複数本あれば、これ確かに1本では意味ないよ。ドローン聞いてもう1本用意したいんで、確かまたそうやね、俺やめたい。あれば、まあ、足と体を押さえてもらうとか、まあ、そういったあと首でもいいです。全然あのそれこそ凶器を持ってる相手に躊躇しないでください。あのもうその相手がもう刃物を持ってこう向かってくる時点でもう全然正当防衛ですので、あのもう気持ちをちょっと上げていかないと多分負けてしまうので、もう来るなっていう風でやるんですけど、じゃあ怖いの。基本的なイメージとしては、あのやっぱ最初に言ったら時間を稼ぐですね。硬直状態を維持できればもうそれでいいんです。あの無理やり相手に突っ込んでって、あの制圧しようとかって、まあ、できれば一番いいんですけど、やっぱ凶器を持ってる間に近づくっていうのがやっぱ危険、さっきの前の話もしましたけど危険なので、こう立ち向かっていくんじゃなくて、こうやって、ま、こ来るなよっていう風で、こうもう硬直状態が続いてるなら無理しなくていいです。あの相手がこう向かってくるなら応じなきゃいけないんですけど、これでもあの囲んでもらって、例えば囲んでもらって、これで硬直状態が維持できてるなら無理しないでください。やっぱ近づくのはやっぱ非常に危険、威圧感もありますね。仮に1本とかと使い方としては、あの威嚇する、さっき言ったあの物を使って相手と距離を取るって話しましたけど、その傘とかそういった場合の使い方としても一緒なんですけど、威嚇するですね、近づけさせない、この顔ですね。顔に向けてこう来るな来るなっていうので、行こうって気にはなるんですね。っていうふうな威嚇するものやと思ってください、うん、っていうふうな使い方でも こんな感じです、うん、怖い。顔に向けて、うん、やっぱ人間ってこう顔に向けられるとやっぱりうってなるんで、うん、あのそういうふうで使うものっていうイメージしてもらえる。でそこそ相手が向かってくるならもう思いっきり、うん、もうあのこれあの抑えようと思うんじゃなくて、もう突っ込んでください。あの突っ込まれるとどうやっていきますか。もう勢いでいかないと、うん、あのもし抑え込もうっていう、抑え込まなきゃいけない、向かってくるってなったら、押してみ。頑張れじいちゃん。頑張れじいちゃん。相手をもう倒すぐらいのつもりで、もうパーンと押さないと、あの負けます。相手に掴まれてこうやって押し問答してたらもう無理なんで、うん、もうこんなのあるんだろうね。そうなる、もう相手が向かってくる向かってくるからもうドーンと一気に行くっていうことをあの覚えておいてもらいたいと思います。で、あのそれで本当に壁際とかにあの2人でこっちの方です、はい、本当都合よくこうやって行きましたで、うん、あの行きました、こういうふうに囲めましたっていうならもうこのまま、うん、これで、ね、僕力入れてみた方がいいですか。そうですね、はい、はい、時にやっぱ相手手があるんですよね。なので、ね、腹を使ってください。ああ、これだともう1回。そうですね。ちょっと痛いですけど。あの突っかい棒になって、うん、もう本当に。体重がかかる。行くよ、行くよ。体重がかかる。痛いもん。もう痛い。多分一歩だと厳しいので、うん、あの一歩だと振り払われちゃうので、うん、あの抑える。これだと、ここと、足の方がいい。足が、腰、腰やと。足やと、こうやって。なんでだろう、ここがにこう蹴る力がなくなるもんで、あの距離を取ってもらってやる、いくよ、いくよ、本気でいくよ、首首欲しかったよ、いくよ、せーの、あ、いけんの
ああ。あと、うん、力抜いたことですね。相撲とかでも聞かれたことかもしれないけど、あの下からですね。下から上。ああ、これ女性にやってもらった方がいいね。野生先生と小関先生くらいで。もうこれは日頃の恨みがこもる。ここまで無理に持ってかないでください絶対に、うん、こうなった、なりました、いくよいくよ、はい、ええ頑張れ、どうしたと痛いんでこっちが痛い、本当に痛い、あとこの時にやりすぎると相手が長いものだとこう手が届いちゃうんで、あのこうちょっと上げる感じでこれでうまいことここにはまると力が入らなくなるんですなかなか入らないんですよ、うん、なのであの無理して、まあ、慣れてる感じする無理してあの、うん、突っ込まない、うん、なんであのさっき威嚇ですね、これそう威嚇と、あとほんとあの多分ちょっと前ぐらいにあの動画で出回ったんですけど、あの振り回してもらっていいんです、全然そうそう、あそうです、時計店ですか、そうです、誰かいいですよ、吹き頃に恨みなのしもう顔で突きつけてもいいですし、来るな来るなって言って、もう2人、これに恨みがいっぱいあるとりあえずやってみよう、うん、もう今日は俺があれやろ、何だと思ったんだよ、もう目が怖いですどっちいいよ、ほんま足とやってもらって、はい、はい、行くよ、いい、すっげえ力強いお腹下っ腹下っ腹、いや、ここでも結構おおってなる、うん、これ恨みの痛い、うん、であとこれあの伸ばすタイプなので絶対にあのこっちを出してないと、この本当に本当にこれで行ってこうバーって行きました。あそう本当にあの伸ばすタイプ絶対気をつけられる。伸ばしたまま置いといたら。でもいいと思います。緊急の時にこうやって穴探すと大変なので、さすまたまあ短い状態でもまあ振り回して使えないことはないんですけど、やっぱなこの長さを生かさないとやっぱり意味がないので、であとさっき言ったあの本当に刃物を持って向かってきて暴れているところで1対1とかなったらもう。こう高いです、もうあの相手がそうやって凶器を持って向かってくるやつなので、あのもう倒れた相手にこうやってボコボコにしたらそれはあの過剰防衛とかそういう話になってきますけど、あの相手が向かってくるのを抵抗する、守るっていう意味であのもう叩くものとして使っても全然問題はないので、あの、まあ、やりすぎるとダメなんですけど、そういった使い方としても全く問題ないので、あの威嚇する、叩く、あとは押さえて突っ込むっていうところですね、うん、あのちょっと誰か、野生先生ちょっと着てみ、これ振り回された時の結構怖いよ、そうですね、顔ですね、あの使い方、下からこう来るの怖いよ、下からって言うので、あの、あと長く持ってもらう、絶対に、うん、あの持ち方としてはもうちょっと押さえるってことをイメージ、あの必要なんで、ちょっと手のひら入れつつ下を持ってもらって長く持ってください、あのこんな風に持っていくのが全然いいんですけど、長く持って来る、視界になると結構怖いね、こっちが来ないよ、でもなんか端っこ持つと力が入らないような気がしちゃうんですけど、まあここであ押さえ押すな時はもう体で押すんですけど、まあこうやってあの振り回す時はまあ長く持ってますできる限り、なかなか力も必要になってくるんで、下を持ちつつ、まあ、この辺を持ってもらうのがまあ一番使いやすいかもしれませんけど、あのできる限り長く持ってます、うん、まあとでそれぞれ持っていただければ多分分かる、ありがとうございます、あ結構振っとるね、もうどこかね、ここやね、久しぶりに行ってきます、今日は雨やで、これで行こう、コウちゃん何とか入ったな、量的に、よし、あれ、あこれか、アロが一番下やな、使わさせていただいております
いしょ。よし、じゃあ出前行ってきます。うん、よしよし。まだいかんよ。で、ちょっと重りやけど、これ、これ。はい、コロちゃん、コロちゃんどこにおる？はい。どこで食べる？見てるよ、さく。こっち。はい、コロ。はい、お座り。お座りよ。何やらかったよ。バカにされてます、ね。バカにされてます。最近バカにしとるもん。はい、サラちゃん、はい、お座り。はい、お手。おかわり。タッチ。あるちゃん、すいません。待って。よし。はい、よし。はい、よし。ある。はい、あるちゃん。ちょっと。こっち向こうは、なんか。はい。お座り。はい、お手。おかわり。タッチ。待て。よし。